仕上げも早く。私は大丈夫、強いから体、こう見えて、私がどうなんだろう、私も AV 女優になってみたかったね、昔はね。あのお金がなくなったからとかじゃなくて、 AV 女優になってみたかった。あの一時その小学生のあのなりたい職業ランキングに AV 女優っていう時あったじゃん。その時ぐらいに私もなってみたいと思った。なんか AV 女優がアイドル化してた時期があったの。彼氏としたん誰これ。よろしくお願いします。浩平さん、よろしくお願いします。彼氏としてないね。あ、わかった。ちょっと待って。たくまがさ、なんかさっきコメントで会えなくて、なんかふてくされてたよって言ってたじゃん。なんか結構来てたのコメントで。多分、あの、パンパンだったんじゃない？なんでこんな怒ってんだろうって思ったの。イベント終わった後でもう全然いいと思うのに、パンパンだったんだろうね。そうとしか思えないんだけど。そんな不機嫌になることかな。そうなん、それでなんかこう女の生理みたいな感じでさ、男のパン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 目みたいな、わかん、そうだ、そうなんじゃない。多分ね、わかんないけど、女の生理みたいなもんだ。女ってないもんね。その女ってこう金玉がないから、たまるものがないからさ、あの出すものがないもんね。イライラしないもんね。なんかこう出すも放出するものがないから。まゆちゃん言ってあげ、いや言ってあげて もう今日明日イベント最終日で、私邪魔だから、配信的に邪魔な存在だから、あの言っちゃダメ。仕事的に邪魔だ、邪魔なんだよ。だから今後はやっぱイベント同じ時に、やっぱ今後前もって決めて、休む時は一緒に休んだ方がいいね。休むっていうか配信休まないけど、やっぱこうピリつくからね、イベント中って。でたくまがイベント中だからピリつくとさ、こっちにそのイベント感がこうなんだろう、こっちも考えちゃうじゃん。極力そういうストレス考えたくないっつうか。お家近かったらよかったね。うん。確かに遠いね。うん、大人の恋愛をね、大人の恋愛って何？大人の恋愛って何だろう。どんなのが大人の恋愛って何？冷め切ってるってこと。まあうまくいくといいな、今後。今日何曜日？あ、トラオくんおはようございます。いや今起きたの、トラオくん。あ、こんばんは。あ、ありがとう。明日のたくま任せて。あー、グレート、ありがとうございます。任せてだってかっこいいね、さちゃん。さちゃんかっこよくない？任せてだって。ちなみにさちゃん、私その次の日からイベントなんだけど大丈夫かな。私ちょ、さちゃんありがとうございます。ありがとうございます。相変わらず愛嬌の塊。そうかな、そうかな。かっこいいね、任せてって。
任せてって、うん、頼もしいよね。さちゃんが言うと、いや本当に神様だよね。神様です。お互い上位じゃないとダメだから。さちゃんすごいね。任せて任せてだって。多分これ聞いてたたくまくんはニヤニヤしてると思うニヤニヤしてるんじゃないかな。まあ、お金持ちじゃないよ。全然お金持ちじゃない。お金ないです、本当に。あ、ちょっと待って、私ふわっちポイント入ったかな。お金今いくら持ってんだ私。4万6000円だね、貯金。10日まで。いやー、ありがとうございます。まいちゃん、犬のワンちゃん、おやつは何食べてる？おやつ、あー今ね、見せるとうるさいから、今福ちゃんが静かだからあんま見せたくない。あー、こんばんは、まいちゃん。あ、ちちゃん、ありがとう。ちちゃん、ありがとうね。ありがとうございます、ちちゃん。あ、そうだ、私、ちちゃんもそうだけど、あと匿名さん、私今週かな、今週にコップグラス教室行ってくるから。大丈夫か。僕なんでゲロ吐いたんだ。大丈夫？うん。ゲーしてるわ、ゲー。うん。ワンちゃんよくある。そう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 。別に大丈夫。普通に。うん。ありがとう。50個ありがとう。うん、ゲーしてた。びっくりした。大丈夫？うん。あ、そうなんだ。季節の変わり目結構多いの。変なのあげてるわけじゃないんだけどね。うん、カリ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 が出てきた。ありがとう。まあでも普通に。ありがとうございます。ドクンドクンしたい。あ、そうだ、ちょっとね、匿名さん、あとちちゃんもそうなんだけど、私グラス教室行ってくるんだよね。グラスを作る教室、まあ、配信の許可取ったんで、ガラスからコップを作るから、それをちーちゃんと匿名さんプレゼントします。配信で行くんで、7日だね、7日、12月7日、ん？12月9日かな、
グラス教室行ってくる。そう。コップを作る。配信許可取れた。プレゼントするね。楽しみ。ありがとう。そうそうそう。12月9日の2時だね。配信つけて作ってみる。いや、全部は作れない。あー、ありがとう。グレートナイス、サチありがとう。ありがとう。で、私的にはありがとうございます。あ、ちーちゃんもありがとう。あ、そうそう、あのちーちゃんはさ、もうあれ言ったんだけどな、そう、9日ね作ります。ボンクラさんありがとう、うん、みんなの作ったらきりないから、1個に対して30分かかるから、時間がさ、だから時間がかかるから、そうね、3個作るしか時間がない。お楽しみに、お楽しみは、1位いけるかな、ラスト45分。ありがとうございます。あ、ありがとう。あー、もちゃんありがとう。もちゃんナイス。私ね、タバコって NG ワードにしてたわ、そういえば。これ今これを吸ってる。ものづくり配信する。あ、まいちゃんもありがとう。なんだこれ、パープルオアシスパール。これあのたくまくんと一緒、お揃い。そう、匿名さんがたくまくんにリアトツしてカートン買ってくれたの。ありがとうございます。高いもんね、タバコもさ。わー、ありがとうございます。楽しみに待ってます。さーちゃんファンタスティック、さーちゃんありがとう。さーちゃんありがとうございます。わー、ありがとう。こんなにすごいな、めちゃくちゃいただいちゃってますけど、ありがとうございます。さーちゃん、私と同じ。あ、そうなんだ。でも、あ、でもね、あれも吸ってたから嬉しい。ありがとう。ありがとうね、もちゃんありがとう。もちゃんありがとう。いや、本当に優しいリスナーさん、優しくてありがたい。あ、あとなんか、まあいっか、これは今度で。パチコメありがとう。パチコメありがとう。でね、あのさ、クリスマスってさ、彼氏にさ、何あげんの？クリスマスって何あげる？それ悩んでた。もうすぐクリスマスだけど、私をあげたらいいのかな、うん、欲しいと言ってたもの、欲しいと言ってたものをあげるのつまんなくない？だって、うん、婚姻届とか欲しいもの、
婚姻届とかどう？嬉しいんじゃない？あ、こんだけ俺のこと好きなんだみたいな、こんだけ俺に俺のことをって。え、聞いてみるか。ちょっと待って、一応聞いてみる。もしもし、配信中今。いや、なんかさ、もうすぐクリスマスじゃん。うん。クリスマスって何が欲しい？クリスマスプレゼント何が欲しい？うん、聞く、俺聞かれたの初めてかもしれない。あ、そうなんだ。いや一応聞いてみようかなって思ったんだけど。あ、そう。え、サプライズの方がいい？いや、別に欲しいもんないな。欲しいものない？うん。じゃあ紙とか。金じゃなくて。金じゃないよ、ねえ。紙って何？いやらしい男。いやいや、紙とか渡してきそうじゃん。これ芯も分かんなかったからこれで買ってとか言ってきそうだもんね。え、そんなこと言わないよ。いや、紙って例えばゼクシーとか。例えばだけどね。いらないね。いらないの？うん。そうなんだ。欲しいもんね。うん。ないんですよね。じゃあ。俺はちなみにもう決まっちゃってんだけど。え、そうなんだ。うん。楽しみ。何欲しい？え？何欲しい？うん、何欲しい？なんだろう。え、決まってるの？まあ、こんぐらいでいいかなみたいな。うん。こんぐらいでいいかなみたいなぐらい。値段的にはまあこんぐらいでいいだろうみたいな。え、もう決まっ、もう買ったってこと？いや、買ってない。あ、そうなんだ。うん。明日買おうかなと思ってるけど。別に明日じゃなくてもいいしな。その値段とかも気にしなくて全然いいからね、私は。難しいよね、金額設定とかさ。そうだね。まあ、年齢もあるしみたいなさ。でも誕生日じゃないしみたいな。そうだね。あ、じゃあさ、うん、チケットあげようかな。あ、チケット。何の？ディズニー？違う。何のチケット？で、まゆちゃん電話チケット。いらねえ。え？いらねえわ。いらないの？いらねえ。いつでも絶対にこの時間、あの1時間電話できるチケット。いらねえわ。20枚。なんならさ、うん、かけてくるくせにさ、俺が折り返すと出ないよね。なんなん。いや、それはあれじゃない、単純にそんなことあんまなくない？用事があるとき。それはだっていつだってさ絶対に出れるわけないじゃん。
でしょ。うん。チケットいらないのか。難しいな。たくまなんだろうね。チケットなんかいらねえだろ。いや、ななちゃんに肩叩きチケットあげてたじゃん、誕生日プレゼントに。あ、その事件ね、うん、あれはまあいろいろあったんよ。こうアップルウォッチあげたんだけど、うん、連盟でみんなでね、うん、何人かで、うん、あれがいつ買うかっていうのがちょっと決まんなくて、うん、高額のアップル製品が、うん、ななちゃんが確定で来るって言ってたから、うん、いやもしかしたらウルトラ被るかもなーっていうので、ちょっと様子見で後に渡すか、うん、でゆめきも確定来るの決まってなかったからさ、うん、なんなら今ゆめきも一緒に買うから、なるほど、みんなで渡しに行くから、まあ、後日でもいいんじゃないかっていうので。なるほど。でちょっとネタ枠を一個みんなおのおの仕込まなきゃいけないねってなって。あ、それでエンタメチケットってことか。そう、うーん、なんかそれをね、なんかアンチが、俺はその剣しか上げてないみたいな印象操作をしてるやつがいたね、一時期。え、じゃあさ、うん、じゃあ使ったら失ってしまうものと消費してしまうものとずっと残るものだ、どっちがいい？残るものがいいな。あ、残るものがいいんだ。うん、なるほど。それだけでもヒントになった。そうだね。ちなみに私のはどっち？残る。あ、残るんだ。へえ、楽しみ。わかった。うん。楽しみにしてくわ。みんなと触ってたらハト来たからね。あ、これにしたって言ったらもうプレゼントバレちゃうからね。ちなみにそれ、これバレちゃいけないんだよね。いや、どっちでもいいよ別に。多分そう、なんかサプライズ的なのが好きなら、うん、あれだけど、俺はバレたくないタイプだから。じゃあ前もそうしようかな。これねみたいな感じだと。あ、でもごめん。あ、でも私もう決まってんで、実は。で、決まってて、実はもうバレるんだよね、これ。バレる？うん。なんで？配信でバレんの？バレる。バレることねえだろ。バレるんだよ。そっか。まあ。OK です。で、あの今日さ、なんか機嫌悪かったじゃん。うん、もう大丈夫？まあもう大丈夫だよ。あ、もう根に持ってない？え、根に持ってるよ。根に持ってんの？なんで？いや、毎度なんか振り回されてんなって感覚。会いたいって言ってみたり、そっちの都合で会わなくなってみたり。いや、でもじゃあそれに関しては前の都合とかじゃなくて、いや、よくよく考えたらそうだなっていう。それは最初からよくよく考えときやって思うんだよ、俺は。毎回その場の感じで会いたいとか、会いたくてやめようとか、毎回その場でちゃんと考えて発言してほしい。でもそれはたくまのことも思っての配慮なんだけどな。うん、その配慮はいらないね。でも絶対に一人の時の方が絶対応援されるから。だって別に俺がそっち行ったところで、じゃあ昨日行きました、昼過ぎには帰ってるよ。あ、そ、うん、じゃあ今日行きました、じゃあ行くとしてもまあ終電ぐらいで行って、まあ昼過ぎに帰ってって。え、じゃあ今から来る？もう電車ないよ。あ、そうだ、そうか。いや、なんか、うん、あれかなって思って。でも別にそれはあの、なんだろう、前の気分っていうか、その方がお互いにいいなって思ったから。たくまもきっとそうだろうなって思ったから。
だと思う。たくまもきっとそうだよ、そうだろうな。いや、自分の価値観でしかないじゃん。俺に何か聞いた？聞かなかったね、ごめんね。まあいろいろ、まあありじゃあ会うって決まって、楽しみに待ってて、前日になってやっぱなしって、この気持ちはあんまり分かんないかね。なんか前からこういうのが多い気がしてさ。ま、いや、そうかな、たくま。私そんな前日でやっぱこの日に、あ、違う違う、会う会わないとかじゃなくて、うん、その場の感情にで、なんか物事を言うことね、根本の話。まあそうだね、感情論だからね。そうそうそう。でもたくま、あの片揚げポテト買ったよ。何味買った？あの塩味と、うん、あとブラックペッパー。いや、塩味かな、うん、あとたくまの好きなベビースターラーメンも買ったしな。うん、ありがとうございます。うん、じゃあ次たくまあったらマッサージを30分してあげるね。うん、はい、大丈夫。あとたくまの背中の角栓も取ってあげるね、ニキビ潰したりとか。はい、ありがとうございます。粉瘤とかさ、うん、あとなんかあの耳たぶをさ、ギュッてやったらさ、耳の穴から出る あのあれもやってあげるね。あの、いや多分ないと思うよ。あ、もうないんだ。うん、あとなんか頭皮から出てくるあのくっさいやつ、液体も粉瘤も抜いてあげるね、マキが。いやだからあそこも多分ね、うん、ない。あ、ないんだ。もう潰れちゃったんだ、じゃあ。うん、あるとしたらまあ俺の見えない背中ぐらいじゃない。じゃあそれも全部やってあげて、あとね、スクラブ買ったんだよ、あのたくまに。ボディスクラブ買ったから、じゃあ全部それやってあげるね、マキが。あの洗ってあげるね。めちゃくちゃ買ったんだよ、1キロぐらいスクラブをね。ダメだろそんな。たくま専用に買ったの。そんなないねえだろそもそも。ん？いやだから来るたびにスクラブいっぱいできるじゃん。あと。うん。でやってあげるね、ちゃんと。で機嫌直してね、じゃもしもし。うん、どう別にそれはそれで機嫌直すとかないよ。え、じゃあどうしたらいいんだろう。別にもう機嫌悪くないから。じゃあ根にもどうやったら根に持つのなくなんだろうね。どうやったら同じことを繰り返さなければじゃない。いやだって繰り返してはないよ。だって別にこんなこと何で繰り返してないよ。合う合わないの話じゃないよ。何？そのまま感情だけで物を言うこと。うん、いやこれね、でもね、たくま、私本当はもっと感情ですごい言っちゃうタイプなんだけど、めちゃくちゃ我慢してる。あ、そう。うん。すごい成長してるこれ。実はね。まあ、じゃあ俺も知らんからな、それ。実は本当はもっと過去やばかったからね。まあ、前の子さんのリスナーさんは知ってるんだけどね。あれもそんなの配信で得るもの